はい、こんにちは、こんばんは、まこきたさんです。いつも動画の方をご視聴いただきありがとうございます。本日12月7日火曜日です。はい、今日はですね、先読みということで、カムカムエブリバディの第32話の方の予告をしていこうかなと思います。はい、ということで、ネタバレが入っておりますので、リアルタイムでドラマを楽しみたい方は、私別にリアルタイム解説っていうのも出しておりますので、そちらの方を見ていただければなと思います。あと予告ですが、これからはちょっと1日単位での、動画になってしまいますので、その辺ご了承いただけたらと思います。その情報元がちょっと小出しになってきたんで、その辺の事情もありますね。はい、それではよろしくお願いします。はい、第7週は1948年から3年間、1951年までを描いていくようです。そして第32話はサンタの決意とあります。この部分は12月14日に放送予定されている部分の話です。安子が作った橘の味を引き継いだおはぎを食べたサンタは、とある決意を固めるようです。どういった決意かと言いますとですね、サンタはお菓子司橘の再建を決意したということで、2代続いた橘の味をサンタが3代目大将となって再建、引き継ぐという決意をしたということになります。はい、ここでまあ主張ポイントですが、菓子作りに全く興味のなかったサンタがなぜ引き継ごうと思ったのか、その心境の変化はなぜ起きたのかというところが一つのまあ見どころなのかなと思います。戦争とかの影響もなんか入ってるのかなとは思いますが、どうなんでしょうか。はい、第32話ではイサムが社内に野球部を創設するといったエピソードも描かれていくようですね。はい、ミノルの戦死によって急遽木島繊維の後継ぎとなった、まあ、イサムなわけですが、ミノルのように大学で経営の勉強をしたわけでもないので、まあ、野球一筋でやってきたイサムは会社の中で何か意見を言ったりすることが、まあ、できないということに、まあ、非常にまあ苦しんでいる様子がドラマでは描かれていますよね。ちょうど、リアルタイムでは第27話が放送されておりまして、その中で、仕事はどうかと安子から聞かれた勇は、いや、わしはつくづく野球しか能のねえ男じゃということで、まあ、全然役に立ててないということを、悩みのように言うわけです。そんな勇に対して、安子は、そんな勇ちゃんにしかできんことがあるんよということで、そういったことが野球部を創設するといった提案につながっていったのかなというふうに思われます。しかし、千吉をはじめとした周囲の反対はありましたが、なんとか野球部を作ってっていうことになっていきます。そして次第に野球のチームワークが社内の空気を変え始め、売り上げもいい変化が起きていきということになっていくようですね。まあ、いい方向に行くということですね。はい、主張ポイントは、イサムなりの考えで木島繊維を変えていこうとするイサムの後継ぎとしての成長が見どころなんではないかなと思います。はい、第32話では安子とロバートとの再会も描かれていくようです。しかし再会では何が起こるのか、現段階では明らかにされていません。そこで今までの安子とロバートとの進展をまとめていきたいと思います。第28話では道に迷っていた進駐軍ロバート将校に道案内をした安子が初めてロバートと出会う、まあ、ファーストコンタクトが描かれているということで、この部分ですね、今日ですね、第27話の終わり方で、まあ、安子が「May I help you」ということで、すでにまあ描写が始まっていましたね。そして第29話、30話では、クリスマスの日にロバートが訪れ、安子は商工クラブに案内されます。
きらびやかな雰囲気に圧倒される、安子はアカペラで歌われていた清子の夜、サイレントナイトに魅了されます。ロバートはなぜ安子を商工クラブに誘ったのか、その真意を安子に告げることになりますということで、この真意なんですけれども、まだ現在の時点でもこの真意は明らかにされておりません。まあ、その理由ですが、 NHK からメディアへの情報開示は明らかにロバートと安子の関係について出し惜しみしている様子があります。このことは第30話のロバートが安子を商工クラブに誘ったシーンが今後のストーリー展開に重大な影響を与えるため、現時点では伏せられているのではないかという意見もありますね。はい、噂レベルなんですけれども、ロバートですね、実は英語教室、英会話教室みたいなものを開きたいと、安子に相談して、安子も一緒にやってくれないかというふうに言われるといった、噂レベルでの話はありますが、ちょっと真意は、信憑性はまだ今のところ分かっておりません。はい。はい、今回は第7週、第32話のストーリーについて紹介してきました。サンタはお菓子つかさ立花を再建しようとします。一方でイサモは社内に野球部を作ることを提案し、千吉には反対されるものの、結果チームワークは良くなり業績が伸びるようです。そして安子は再度ロバートとの再会が描かれますが、その内容については現段階では明らかにされていません。噂として飛び交っているのは、ロバートはどうやら安子と一緒に日本で英会話教室みたいなものを開かないかというふうに持ちかけるようですが、まだ少し信憑性としては定かではないです。はい、ということで最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録も最近していただいておりますし、コメントの方もいただいております。今後もよろしくお願いします。はい、ということで次の動画でお会いしましょう。まこきたさんでした。